それでは時間になりますので、始めていただきたいと思います。次はジヤクマさんによる、それは僕たちのドメインに DX 作りについて話していただきます。よろしくお願いします。はい。それではよろしくお願いいたします。アカウント名ジヤクマと言います。で、タイトル名が、それは僕たちのドメイン DNS 運用っていう、まあ、若干あれですね、アニメな感じがしてますね。で、私ちょっと無名なので自己紹介させてください。で、所属の方はですね、某面白法人のところです。で、入社がですね、まあ、約3年ぐらいで、まあ、名前の方は山田と言います。で、主にやってることなんですけども、社内システム、構築管理運用的なところをやっておりまして、まあ、主にですね、まあ、インフラチームと呼ばれるような位置づけで活動させていただいております。で、パール歴がちょっと書いてないですね、埋めておきますというところでですね、自分の自己紹介の次に早速ですね、一緒に仕事している人の紹介させてください。で、1人目がですね、藤原さんという方と一緒に仕事していますと。で、まあ、ご存知の方はご存知かなというところで、まあ、あえて紹介する必要はないかなと思っております。で、この後ですね、お昼のトラックでコンサルの話されるということなので、こちら宣伝です。で、もう1人がですね、朽木君というすごい優秀な若者がいます。で、彼もですね、明日の、トラックでトークさせていただくので、まあ、こちらの方もよろしければご覧になっていただければなと思っております。で、プロローグなんですけども、ちなみにこのトークはですね、ちょっと緩めのトークになっておりますので、皆さん肩の力を抜きながらですね、ちょっと失笑しながら見ていただく形が、まあ、ちょっと嬉しいかなと思っております。で、プロローグ重要なのでちょっと読み上げていきますと、とある面白法人はドメイン DNS 管理の危機に瀕していたと。で、管理の危機に、ヤマシンを中心としたインフラチームが立ち上がる。私たちの大好きなドメインや DNS を守るために私たちができること、それは管理者になると。で、管理者になってドメインや DNS を運用して自動化もしっかり行うと。で、ここから彼らのドメイン DNS 管理プロジェクトが始まったと。なんか見たことある感じですね。で、テーマとしてはですね、まあ、運用系の話をしたいなと思ってるんですけども、まあ、運用系の話をするときにですね、まあ、仕組みとか実際のテクノロジーの話も重要だとは思うんですけども、それを踏まえてですね、人がどうやって運用していくのかっていうところも結構重要だと思ってるので、まあ、そういった話もできればなと思っております。で、今回ちょっと除外するような話ですね。で、ドメインとか DNS の具体的な話、まあ、時間の関係上難しいと思いますので、まあ、こちらは省かせていただきますと。で、あとはですね、いろいろツールとかサービス紹介するんですけども、これらの具体的な説明等々も省かせていただきますと。で、あとはですね、特にこのサービスがいい悪いみたいな批判をしたいわけではないので、まあ、ちょっと誤解のないように事前にお話しさせていただくと。で、最後ですね、アニメ成分一切含んでおりませんので安心してご覧くださいという感じですね。はい、では早速ですね、ドメイン DNS の管理運用の変異ということで、弊社がどういうふうに管理いろいろ工夫してきたかっていうのをですね、ちょっと歴史を追いながら見ていただきたいと思います。で、まずですね、弊社の方、まあ、いろいろやっておりまして、まあ、会社自体のドメインもあれば、まあ、いろんなサービス展開していたり、あとはですね、受託案件でキャンペーンサイトなんかをよく作るので、まあ、そういった時にですね、ドメインを購入することが非常に多いというところで、まあ、少なくともドメインだけで2、30ぐらいあるというふうな残念な感じですね。で、じゃあ DNS はどうかというと、会社のドメインの DNS 見ると、まあ、レコード200レコードぐらいありまして、わわみたいな感じですね。で、あとはですね、テスト環境、テスト開発の環境で使っているものに関しては、まあ、400レコードぐらい超えてて、まあ、人力で管理するのは不可能な状態にはなっていると、まあ、そういった中でですね、いろいろやっていきましたという話です。で、ちょっと歴史図を作ってきたんですけども、まあ、5段階ぐらいありまして、まあ、1つずつですね、簡単に説明していきたいと思います。で、1つ目がですね、温かみのある運用と、まあ、なんかハートウォーミングな感じですね。で、温かみのある運用っていうのは、まあ、要はですね、人を介して何かをするっていうやり方ですね。で、図にするとこんな感じですね。インプットがなんかめちゃくちゃたくさんあって、それに対して例えば、まあ、ドメイン代行サービスでいうとバリュードメインさんであったりだとか、お名前 .com さんの
なんか DNS を設定するみたいなのが、まあ、割とあると。で、まあ、これがですね、まあ、人力ベースでやってるので、まあ、温かみのある運用と表現しました。で、これらの問題点としてはですね、変更したログがやっぱり残らないとか、あとは情報の正確性に欠けるとか、まあ、ヒューマンエラー、あとは管理者一人ではないので、まあ、複数人作業しにくいなどなど、いろいろ問題点がありましたと。で、まあ、実際にですね、小さい会社さんであったりだとか、メンバーの少ない会社さんであれば、まあ、こういう運用でも、まあ、できなくはないかなと思うんですけども、やはり会社の規模であったりだとか、管理するドメイン DNS の数が多くなるとどうしても厳しいという話で、まず1つ目、手段を打ちましたと。で、これは何をしたかというと、2年前ですね、に何をしたかというと、まあ、依頼フォームを、まあ、設けましたと。で、依頼フォームを設けることによってインプットを集約させると、こんな感じですね。まあ、さっきメールだのスカイプだの IRC だのみたいなところから、まあ、来てたのが、まあ、1つのスプレッドシート、Google フォームとスプレッドシートで管理できるというところで、まあ、いろいろですね、情報源たくさんあったのが集約されたっていうのが、まあ、メリットとして一つあると。で、まあ、あとはですね、どういう依頼されたかっていうのがログに残せたりとかっていうので、まあ、1段階目はまあまあ成功かなと。で、次にですね、AWS ルート53への移行と。で、きっかけなんですけども、まあ、ちょっととある人が、ドメイン代行サービスの DNS の反映が遅すぎて、まあ、ブチ切れそうみたいな IRC が流れてきて、じゃあ僕は冷や汗かきながら、ちょっとルート53への移行を進めますというのが、まあ、きっかけでした。で、まあ、簡単にルート53の説明をしておきますと、まあ、皆さんご存知で使われている方も多いのではないかと思いますけども、まあ、AWS における機能の一つで、まあ、ドメインネームサーバー DNS サービスを扱う機能になっておりますと。で、まあ、移行当時はですね、DNS のみの管理だったんですけども、まあ、現在ではですね、ドメイン管理も行えるようになっていますと。で、まあ、移行、何したかっていうことなんですけども、これはいいよ。で、まあ、実際にやった内容としましては、さっきバリュードメインとかお名前 .com さんだったのが、まあ、そのまま AWS にすげ変わったというところですね。で、ルート53にすると何がいいかっていうと、まあ、レコードの反映が早くて、まあ、公式でも反映が 2,3 分と歌っておりますと。であったりだとか、まあ、レコードの検索がしやすいとか、あとは AWS のサービス機能にすごい柔軟に連携しやすい、エイリアス機能が使えるっていうのは非常に便利であるとか、あとは管理権限の付与、あと皆さん大好きなあれですね、ターミナルでコマンドカタカタ打って AWS で操作できるっていうのも非常に魅力で、まあ、いいことしかないし、いいことしかないっていう、本当にもうこの表現が的確なサービスになっていると思います。で、次にですね、ちょっと細かい説明せずにポンポンいっちゃってるんですけども、次にですね、ロードワーカーの導入ということで、まあ、これも先ちょっとやり取り見てください。いきなりですね、とある人がロードワーカーにしようって言って、まあ、何かを言い出したなと思って、で、私はですね、ロードワーカーググるとなんか作業員のおっさんの画像出てくるなとか言ってたら、なんか知らん間になんかもうロードワーカー用のリポジトリ用意しますねとか言って、もう出来上がってる状態になってるっていう、なんかあれ、さっきのは意気込みだけじゃなしにやるっていう宣言やったのみたいな感じで、もう知らん間に出来上がってたみたいなのが、まあ、あったと。で、まあ、ロードワーカーとは何かと言いますと、菅原さんという方が作られた、まあ、ツールなんですけども、先ほど出てきましたルート53の DNS の設定の部分ですね、のレコード、通常であればコマンドラインであったりだとか、ブラウザ上から情報をポチポチ入力したりだとか、そういった形でインプットするんですけども、これはですね、コードベースで扱えるようになっていると。で、まあ、DSL で書けますよという感じのツールになっているので、まあ、こんな感じですね、リポジトリにコミットして自分の環境でロードワーカースターンって叩くと、ルート53に反映されると。で、まあ、これのメリットとしてはですね、まあ、コード化することによって変更の履歴ができるというのと、あとはですね、
このリポジトリ GitHub で運用してるんですけども、プロリク駆動にすることによって追加するレコード、例えば自分が追加して、承認することもできるんですけども、他の人に確認してほしい時なんかは、プロリク駆動にしておくと、非常にレビューが機能していいのではないかというのであったりだとか、あと GitHub 使ってるとフックでチャラッと通知流せるのが便利と。で最後ですね、自動化ですね。もともと応募した時にテーマとして含んでなかったんですけども、自動化の方はですね間に合ったのでトークの方に入れました。で自動化CI なんですけども、皆さん大好きなやつだと思うので、ここは割愛しますね。で、目的としましては、実際先ほど見ていただいたロードワーカーなんですけども、通常の使い方だと、ローカルの環境で、このツールを使うということになるんですけども、 CI 導入すると、CI 上でロードワーカーを実行できるので、あんまり環境を気にしなくていいと。で、ロードワーカーも自動で実行してくれるので楽と。で、メリット大体言っちゃいましたね。で、一番下ですね、これも弊社の社員なんですけども、昨日たまたまですね、ドメイン更新、ドメインじゃない、DNS 追加したいっていうのを自分でやって、インフラチームやプシーの前夜祭でみんないねえのに、サブドメ追加できて最高みたいな。のを言ってくれてたので、これは公開します、はい。で、CI を導入するときもですね、いろいろとやり取りをしまして、最初ですね、私も CI にそんな明るくなかったので、何使ったらいいかなという相談してたんですけども、皆さんご存知の Jenkins でいいんですかねって、相談すると、とある人はですね、やっぱ牛頭感あるので Jenkins やめようぜと。でじゃあ次にですね、ホスティングサービスのサークル CI ですね、これだとお手頃かなっていう話をすると、今度はですね、外部で本番実行までやるのはちょっと抵抗あるよねっていう、そのサービス自体の保証っていうよりかは、ちょっと気持ち的に気になるよねっていう話があったので、これもですね、ちょっとどうかなという話があったと。で最後ですね、じゃあ自前でドローン IO 構築するのどうすかねっていうと、もう自前めんどくせえよみたいなことを言われてじゃあ何がいいのよみたいな話にはなったんですけども、一応ですね、やっぱり条件はある程度見えてるので、ちゃんと精査しましょうと。で精査した結果ですね、やっぱり外部のホスティングの CI 使うのがやっぱ便利だよねっていう話に落ち着いたので、やっぱそこはお金で解決というところで、いろいろ探すと、やっぱりサークル CI が一番楽そうっていうので、何も考えずにサークル CI を採択すると。で、構築したのはこんな感じなんですけども、実はですね、サークル CI から自動でっていうか、ロードワークを実行して、ルート53に反映させることも当然できるんですけども、先ほどあった本番実行気になるよねっていう話があったので、ここはですね、ちょっと別のサーバーでロードワークを実行するようにして、サークル CI からは EC2 の方の SSH キーのみ持たせて、SSH ログインしたら自動的にロードワークを実行するというふうな形にして、サークル CI の方には最低限のものしか持たせないというふうな運用にしましたというところでですね、ちょっと歴史の話だけでも時間ほとんど使い切ってしまったので、ここからちょっとですね、資料すでに上げておりますので、ちょっとここ飛ばしながら行かせていただきたいと思います。で、さっきの話の中でですね、ポイントとなるところピックアップしてちょっと説明していきたいんですけども、まずですね、ルート53にドメイン、DNS とかを全部集約しますという話で、やっぱルート53は便利だなんで、これを集約するしたいとっていうのと、あとはですね、結構弊社の場合だとお客様用に AWS 用意して、うちのアカウントで作ったけども最終的に納品しますよとか、権利を譲渡しますっていう時なんかも、一つの EC2 とか、そういったものを入っているアカウントに
ドメインとか DNS 入ってると渡すとき楽ですよと。でやったこととしてはですね、まあ、こんな感じでありまして、で、まあ、やったのはまあバリュードメイン、皆さんももしかしたらご使いかもしれないんですけども、まあ、こちらの方からルート53に移行すると。で、バリュードメインさん非常に親切なので多段テキストでインプットするような形になっているので、それをごっそり抜き出すと。ただですね、抜き出した形とあとはですねルート53にインポート機能があるんですけども、それ の形式が一致しないので、これはまあ、パール製のツールですねを使って変換しましたという感じです。であとはですね、変換すればインポートして終わりと。ただですね、いろいろやってはみたんですけども、どうしてもですねレコード全部入らなかった時があったので、まあいろいろとですね検討しながらレコードが全部入ったかっていうのをチェックするツール作って、まあチェックしたりとかっていうのはやりました。で最後ですね、バリュードメインさんの方で向いてるネームサーバーの向け先を変えると。であとはですね、次ドメイン間ですね。ドメイン間はですね、これ皆さんドメイン間ってカジュアルにやったことありますか？私結構仕事上やります。そんなに難しくないので、皆さんも機会があればドメイン間されるといいんじゃないかと思います。はい、で、次がロードワーカーによる DNS 管理。でロードワーカーの話をちょっとしたいんですけども、ロードワーカーを準備するにあたってですね、でロードワーカー使い始めるにはジェムインストールロードワーカー、これ叩くだけです。でロードワーカー実行する際にですね、 AWS の IAM アカウントというものが必要になるので、これはですねここに書いてある通りに用意するとできますと。で次にですね、ロードワーカーが使うルートファイルっていうのがありまして、これもですね非常に楽に使えるようになってて、ロードワーク -e-をルートファイルって叩くと、もう自動で該当する AWS アカウントの DNS のレコードを全部持ってきてくれると。まあ、分割する場合はこんな感じでできますと。で弊社の場合はですね、複数の AWS アカウントがあるので、 AWS アカウントごとにリポジトリをこのツリー工場では開けていると。まあ、あとですねポイントとしては DIMB とか使うと先ほどのこっちの切ってたディレクトリごとに AWS の IAM アカウント切り替えれるので便利とか、まあ、そういった使い方はあります。あとは自動化ですね。ちょっと自動化ももう話できる時間がもうあと3秒なので、まあこの辺もですね、まあサークル試合皆さんお使いかなという気もするので、まあ細かい説明する必要もないかと思うんですけども、うちの今用意している YAML はこんな感じですと。で最後のまとめが、で組織から見る DNS 管理みたいな、めっちゃ偉そうなこと言いたかったんですけど、本当に時間がないので、まあ、この辺もちょっと読んでいただければという感じですね。まあ、とにかく人と仕事することを意識して用意するというのと、あと割と一人だと独自ルール作りやすいので気をつけましょうと。であとはですね、各社さんいろんなプラットフォームをお使いだと思うので、まあ、今回は AWS の話しちゃったんですけども、皆さんお使いのサービスで、まあ、どういうふうに工夫すれば使いやすいかなっていうのは見ていただければいいんじゃないかなというところですね。であとは仕組みの話で、やっぱこういう単調な作業は自動化しやすいので、ぜひとも自動化しましょうと。で自動化しておくと、まあ、今回の話だとロードワーカー Ruby 入れてないと動作しないので、まあ、そういうところでローカルで環境を作らなくてよくなるので、自動化はいいですよという話。事故った事例とトラブル、ちょっと恥ずかしいので飛ばします、はい、で最後まとめですね。で、まあ、まとめとしてはですね、本当当たり前のことなんですけども、運用っていうのは担当者が一人だからといって運用を一人でしてはいけないと私は思っておりまして、やっぱり周りの意見を聞きながらですね、なんか仕組みを取り入れるというふうにやっていったりだとか、あとはですね、自分が使いたくないもの、周りが使いたいわけがないので、やっぱり自分がまず使いたいって思える仕組み、ちゃんと考えて運用していきましょうっていうところが、話と、あとはですね、ちゃんと周りとコミュニケーションを取ると、まあ、改善がいろいろ見えてきて、みんな働きやすいハッピーな会社になるんじゃないかな。
というところですね。で、まあ、あとですね、なんか同じことやっててもやっぱり面白くないので、無理くりでもいいので、いろいろチャレンジしながら、まあ、新しい仕組みを常に取り入れていくと、まあ、今回 DNS の話はしましたけども、それ以外にでもですね、これ自動化したいであったりだとか仕組み化したいみたいなのは、まあ、どんどんチャレンジしていくというのがいいんじゃないかなというので、あと最後ですね、全然関係ない話なんですけども、今日ヤップシーのためにですね、私のツイッターアイコンのステッカーを作ってきました。なのでですね、もし受け取っていただける方いらっしゃいましたら、私の方までお声掛けいただければ、握手とともにステッカーをお渡ししたいと思います。ということで発表は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。何か質問のある方はいらっしゃいませんでしょうか。DNS で CI 回してらっしゃるという方だったんですけども、はい、実際に AWS、フードゴテさんに反映されているかどうかのテストとかってどうされているのかな、お願いしたいんですけど、テストっていうのは実際にルート53に反映するところっていうことですか。それともその反映する前に多分その設定ファイルが合ってるかどうかのテストとかは、はい、サークルシェアでも分かれると思うんですけど、はい、その後実際に CPI 叩いて動いた後に、はい、本当にそれが反映されてるかどうか。そこまではまだ自動化できてないし、社内でもそれちょっとやらないといけないよねって、ドメインというか DNS 引けるかどうか確認までは自動化できてないよねっていう話は議論として上がっているので、それが次の課題にはなっております。なるほど、ありがとうございます。他に質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。例えばなんかここもちょっと詳しく聞きたい、個人的なプライベートな話も聞いてもらって大丈夫です。本当ですか。外部のサービスにその AWS のキーを預けるのはちょっとみたいな話があったっていう話をされていたんですが、はい、結局そのホスティングサービスを使うっていうふうになった、そこの決め手というかそこを説得できた、まあ、説得といいますか消去法ですね。まあ、先ほどまあ例で出したジェンキンスは絶対使いたくないとか、やっぱドローンとか自前で用意するのはっていう話があった時に、やっぱこうそぎ落としていくと、まあサークル CI がまあ無難じゃないかと。まあサークル CI がいいとか悪いとかって話ではないんですけども、今回で一番フィットしやすいのはまあサークル CI かなっていう、ただそれだけですね。なのでまあ深い意味もないので、まあいいサービスがあったりだとか、他に候補があれば、まあ、どんどん切り替えていってっていうのも考えているので、まあ、今もちょっと試験導入段階というか、まあ、用意して便利だ便利みたいな感じで稼働し始めたばっかりなので、まあ、もし知見があれば逆に共有していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。発表ありがとうございます。失敗事例とかパスされたんですけれども、DNS の場合で、まあ、レコードを登録して失敗したとかなると、切り戻しっていうのは、はい、まあ、自動化、他のところは自動化しやすいんですけど、切り戻しのところは、まあ、シリアル上げなきゃいけないとか、そういうところもあると思うんですけれども、はい、この辺で何か、このロードロードワーカーロードワーカーで自動的に、はい、まあ、1個シリアル上げて戻すとか、そういうことが普通にできる感じ、失敗したら、まあ、手動で自分でやるとか、そういうような運用になっているかどうかというところを教えていただきたいんですけど。そうですね、今だとレコードそのロードワーカーのルートファイル、ルートファイルっていうのを更新した後に Git にプッシュするんですけども、まあ、それを取って自動的にテストにかけて成功失敗っていうのを判断して、まあ、失敗だったらもう一回ルートファイルを書き換えてあげるっていうふうな形での運用には今はしております。
で、そこは手動でやっていて、そうですね、で変更のところは自動でやるっていう感じ、はい、あくまでもテストを自動でかけるっていうところであって、それの結果を確認してどうこうするっていうのはまだ人の手というか、まあ、失敗してたら、まあ、何か別原因があるので、それはちゃんと調査して改善するというところを人の目でやるというふうな運用にしております。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問とかあった方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それではありがとうございました。改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。